調べてみるか。よし。また誰かが倒れてる。しかも何人も。剣士か。こいつは確か俺たちを尾行していた男だ。この人ジーゼック教です。ジーゼック、じゃあウンベールの父親。まだ息がある。ジーゼック教、一体何があったんです？息子を止めてくれ。もはや私にはどうにもならぬ。あれが憎む者を殺させればと思ったが手違いで。亡くなった。息子って、まさかウンベールがここに。これはこれは、ユージオ殿、今度こそ本物のようだな。ウンベール、君は自分の父親を手にかけたのか。そいつは俺をここへ閉じ込めやがったからな。その報いだ。君をここへ。ユージよ、この左腕を。今は治ったが、この腕を見るたびにあの時の痛みがぶり返してきやがる。俺は怒りに身が焦げるほどお前たちを憎んだぜ。たまらず声にして叫び続けていたら、親父は俺の気が変になったと思ったらしくてな。人が近づかないこんな場所へ俺を閉じ込めやがったんだ。信じられるか、自分の息子だぜ。よほど俺を恥じたと思ったんだろうな。そう考えていたら、親父も屋敷の連中も誰も彼もが許せなくなって、いつかぶち殺してやろうと思ってたんだけど、何を勘違いしたんだか、俺にお前らを殺させれば俺の怒りが収まるだろうとか勝手に考えてよ。しかもさあ来たぞと見せられたのが偽物だ。もう楽しくて楽しくて全員殺してやったぜ。ウンベール、お前右目の封印を破ったのか。ああ、封印？わかんねえな、何のことだ。違うのか。じゃあなぜ禁忌を破って人を殺せるんだ。知るかよ。俺が憎いと思えば勝手に体が動いてそいつを殺しちまうのさ。今ではむしろ感謝してるんだぜ、ユージよ、キリト。こんなに自由で最高な気分にしてくれたこと、そのお礼にお前たちは最高にむごたらしく殺してやる。そして死んだお前らの前でその女を元
って遊んでやろう。ティーゼ、大丈夫かい？しっかりして。その女、あの時のことは鮮明に覚えているようだな。そういえば、もう一人はどこに行った？あいつもぶち殺さないとな。下級とはいえ貴族の娘、普通ならあんな姿を皆にさらして平気なわけはないからな。まったくとんだ恥知らずだぜ。やめろウンベイル、それ以上ティージェを侮辱することは許さないぞ。いいえ、あの男の言う通りです。私は愚かで恥知らずな人間です。それは違うよティーゼ。違わないです。私さえいなければ。ティーゼ、僕を見て。ティーゼ、思い出すんだ。君は友達を助けるために危険を承知でウンベールたちのところへ行ったんだ。その勇気を、その気高さを恥じる必要なんて少しもない。恥じる必要がないって、その女の自己満足な正義感でお前らは俺とライオスを切って罪人になったんじゃねえか。適当なこと言うんじゃねえよ。私が、私さえ。ティーゼ、答えてくれ。君はあの下劣な男の言葉と僕の言葉、どっちを信じるんだい？それは、それは、それはユージオ先輩の言葉です。じゃあ何の問題もないよね。君は勇気があって気高くて、そして何より可愛くて素敵な女の子だ。ユージオ先輩、じゃあ顔を上げて一緒に戦おう。はい。ヘドが出るぞ。お涙頂戴の三本芝居はそれで終わりか。ウンベール、君だってかつては誇り高い聖豪騎士を目指していたはずだ。それがこんな有様になって、かわいそうにな。君の境遇には同情するよ。かわいそう、同情するだと。辺境の開拓民の分際でお前は俺を見下すつもりか。当然だろう。俺たちは辺境の開拓民かもしれないが、お前なんかよりずっと強いからな。撃つぞ！
ウンベールのやつ、あれだけ攻撃を受けても平気なのか。あんなボロボロになってもまだ戦えるのは異常だよ。ユージオ、ウンベールの周囲に黒いオーラが見えないか。オーラって？半透明の霧みたいなやつだ。そういえばうっすらと。ウンベールが苦しんでる。なぜだ、なぜ俺がこんな目に遭わなきゃならない。四等尺家の風から逃れるために剣の道へ進んでいたはずなのに、薄汚いライオスの機嫌を取っていたのが悪だというのか。身分をないがしろにする者へ罰を与えたのが悪なのか。俺はそうもしない。それに従って生きただけなのに。キート、ウンベールの声が。ああ、まるで魔物の声みたいだ。くそ、やめろ。俺の親父だ。これは俺の体だ。見て、黒い霧が渓谷の奥へ。追いかけよう。